明治安田生命 2015J リーグの年間王者はチャンピオンシップで決まる。チャンピオンシップはファーストステージ、セカンドステージ優勝、そして年間勝ち点順位3位までの最大5クラブで争われるトーナメント。現在サンフレッチェ広島は第12節が終わってセカンドステージ1位、年間順位2位でチャンピオンシップへの出場権を得ています。毎試合ごとに入れ替わるトーナメント、最新のチャンピオンシップトーナメントはこちら。私たちサンフレッチェ広島はこのチャンピオンシップへの進出、そして2015シーズン年間王者のタイトル目指して残りのゲーム総力を結集して戦います。紫のユニフォームに3つ目の星を、行くぞチャンピオンシップ、取るぞ年間王者。